ぱり私がいた頃って東洋が強くなり始めたぐらい、他の4人はやっぱそういう1回優勝してるチームって注目度も違うし、プレッシャーの中でちゃんと優勝するし、それぞれの区間任せた区間でしっかり走ってるし、大学生の若いうちからそういうのができてるっていうのは本当に素晴らしいなという。本当にこう高久が大学2年生から三大駅伝走るようになって、まあ、区間賞とかも三大駅伝で何度か取ってるんで、もっと強くなったなっていう印象は覚えてますね。ゆうたさんと1年生の時とかはあんまり話したことがなくて、他の同級生が仲良く喋ってるのを見てすごい羨ましいなと思ってたんですけど、やっぱ結果を出すにつれてゆうたさんとも仲良くなって、まあ、よく部屋に遊びに行ったりするような仲だったので、やっぱ競技者としてやっぱずっと目標ではあるので思ってもらえてたのがちょっと感動してますまあ世界に挑戦していく姿をこう見てきたので、僕自身もこういう先輩になりたいとか、まあ、駅伝だけではなくて、まあ、とにかく世界と勝負するっていう思いをこう、まあ、姿を見てきたので、まあ、成長の糧になっているのかなというふうに思ってます。2年目から酒井さんになって、結果出してないにもかかわらず2年目の箱根駅伝16人のメンバーに、まあ、本来だったら多分入らない結果だったんですけど、そこでやっぱりそこの期待に応えたいなっていうところが僕の変わったターニングポイントです。監督と出会えたことで、まあ、本当箱根駅伝の次のステップはマラソンだっていうふうに、まあ、教えていただいたのも監督のおかげなので、出会いがなければまあ、この舞台には立てていないのかなというふうに思います。この試合を得て結果はどうあれ、まあ、人間としても成長できればいいかなというふうに思ってます。まあ、自分自身のパフォーマンスを 100% 出して、まあ、試合に臨むことが大事なのかなというふうに思っています。まあ、オリンピックの選考会でもあって、特別な大会というよりかは大きな大会でしか思ってないんで、まずは最低でも2位以内入って日本代表、まあ、勝ち取りに行きたいです。僕が憧れたように、僕に憧れてくれるような走りを今回の MGC ではやっていきたいなと思ってます。自分の最高のパフォーマンスを出せるオリンピックは今回がタイミング的に多分最後だと思うんで、もう2番までに入ってしっかり代表を決めたいっていう強い思いはあります。33歳、頑張ります。5人で東洋大旋風巻き起こします。高久に勝ちます。ゆうたさんに勝ちます。その1秒を削り出します。